こんにちは、長塚漢方堂です。今回は食後の胃もたれや少し食べるだけでお腹が張ってしまう原因と立訓指導というテーマでお話しします。ある時から食後から夜になるまで満腹感が続くようになり、それからは食欲も湧かず、たとえ食べられても少しずつしか食べられなくなり、食後には胃もたれやお腹の張りになってしまうと悩んでいる方がいらっしゃいます。そこでまずはどうして食欲不振になってしまうのかを考えてみたいと思います。食欲不振になる原因はお腹の働きに不具合が起こっていると考えます。食べたものは口に入って噛み砕かれた後、飲み込むことで食道を通って胃の中に入り、さらに細かく分解されてから腸に送られていきます。そしてお腹の吸収する働きによって体に必要な材料が吸収され、それが体で使うことのできる栄養へと作り変えられてから全身へと配られていきます。この食べ物を受け入れ分解し下向きに運んでいく働きを東洋医学では息と言い、必要な材料を吸収して栄養に作り変え、上向きに運ばれて体全体に配っていく働きを引きと言います。これら2つの働きがお互いに協調し合って働くことで、食べたものは片方は下向きに、もう片方は上向きに運ばれていき、体に必要な栄養となって全身を巡り、不要なものは体の外へと排出されていて、体は正常に機能することができます。ところが冷たいものや生もの、脂っこいものや甘いものを食べ過ぎていたり、考え過ぎたり思い悩んでいたり、イライラやストレスなど感情の抑うつ状態が長く続いていたりすると、引きも息も働きが低下してしまい、食べたものを処理できなくなってお腹の中に停滞するようになりますので、空腹感を感じなくなります。例えば冷たいものや生ものを食べ過ぎているとお腹がだんだんと冷えてきてしまい、引きや息の働きが弱って食べ物の処理が進まなくなるだけではなく、お腹の痛みも生じさせます。また脂っこいものを食べ過ぎているとお腹の中では余分な熱が生じるようになりますので、その熱が胃の潤いを消耗させてしまい、息の働きが低下して食べ物を分解することができず、下向きに運んでいくことができなくなります。甘いものを食べ過ぎていると水飴のようにお腹の中で粘っこいドロドロした動きの悪い状態になりやすくなりますので、引きの運ぶ働きに負担がかかり、吸収した材料を上向きに運搬することができなくなります。そのためこれらのものを食べ続けているとお腹の働きは弱ってきて、息の下向き、引きの上向きの動きに影響が出てきてしまいます。食べたものから必要な材料を吸収して体に必要な気や血液などを作ることができなくなれば、体は痩せて顔色が悪くなりますし、気血が不足することで冷えやすくなります。しかもお腹は体の中心部に位置していて、体全体の気血の流れを中心的にリードしていますので、お腹で停滞が起きてしまうと体全体の気血の巡りがお腹で停滞するようになります。そのためお腹の働きが弱ってしまい、体のエネルギーを作ることができないというだけでなく、体全体の巡りが悪いことからも全身のだるさとなって現れてくるようになります。このようにしてお腹が弱ってしまうと、体の方では気や血液など体に必要な栄養が作られないために、体は痩せ、少ないエネルギーで何とかしようとするために、体は活動のレベルを下げてくるため疲れやすく冷えやすくなりますので、ある意味燃費の良い状態になるのですが、そのため体からのエネルギーを摂取してほしいとの要求も少なくなるため、空腹感を感じなくなります。また考えすぎや思い悩んでいたり、イライラやストレスなど感情の抑うつ状態にあると、気が滞り筋肉が強く緊張してしまうために、息や引きの上向き下向きに巡らせる働きに影響が出て、食べたものや吸収した栄養をうまく運べなくなります。そうなると食べたものがいつまでもお腹の中に停滞するようになりますので、お腹が張り食欲がなくなります。しかしお腹の働きが強くて気の滞りによる攻撃を跳ねのけられるだけの余裕があれば、それほど問題にはなりませんが、お腹の働きが弱っていて少しの気の滞りの影響が大きく現れるようになってしまうと、お腹の張りや食欲不振の症状が生じやすくなります。ではこのような状態を立訓指導がどのように働くことで解消するのか考えてみましょう。立訓指導は8種類の生薬の働きによってお腹の働きを高めて気を補い、停滞している気や水を巡らせてくれます。まずは人参白術伏量でお腹の働きを高めていきます。
人参はお腹の働きをパワーアップして消化吸収機能や新陳代謝を高めることで食欲を増進して体に必要な栄養の合成機能を向上させます。これにより強力に気のエネルギーが補充されます。白術伏量は停滞している余分な水分を巡らせて排除することでお腹の中に余分なものが停滞しないようにする土台を整えます。これにより引き息のパワー不足によって体の中に停滞してしまった余分な水分が動き出すようになり、さらにお腹の働きが回復します。そして小腸体操肝臓でお腹の中の気や水を発散させながら動かし、気や潤いの材料提供を行います。小腸はお腹を温めながらお腹の中に停滞している気や水をやや発散させるように動かしながら排除しつつ、腸管を下向きに引き下ろすことも応援してくれます。しかも小腸は胃液の分泌を増加させて胃腸の前動運動を高めてくれますので消化機能が高まって食欲が回復します。そして体操肝臓によってきれいな潤いと気の材料を提供するとともにお腹の働きを高めることでこれらの働きを支えてくれます。また小腸体操肝臓の組み合わせでも体操肝臓によって補充した体の潤いを小腸の消化吸収機能を高める働きによって上手に利用できるようになりますので、気や潤いの補充が進み体の中心部の巡りもさらに改善されます。そして陳皮半夏でお腹の中に停滞しているドロドロしたものを温めながら動かすことで応援して、固まっている状態を砕くことで下向きに引き下ろすことで排除します。また陳皮半夏には気を下向きに引き下ろす働きもありますので、気の滞りによってお腹が張って使えている状態を解消してくれます。もう一度繰り返しますと、人参でお腹の働きを高め、白術伏量は停滞している余分な水分を巡らせて排除します。小腸で腸管の前動運動などを促進して、体操肝臓で気や潤いの材料を補充して、陳皮半夏でお腹の中に停滞している気や水分を下向きに引き下ろしてきます。こうすることで弱ってしまったお腹の働きが回復し、邪魔物が排除され新陳代謝が上昇し活動レベルが高くなることで心地よい空腹感を感じられるようになります。ではまとめです。今回は食後の胃もたれや食欲不振と立訓指導についてお話ししました。お伝えしましたように食欲不振になってしまう原因には食事の不摂生やストレスなどが関わっていることがあります。ですので食欲不振にお悩みの方は空腹感を感じてから食べるようにすることが大切で、さらに食べる場合でもよく噛んで腹八分目にしておいて、次にその空腹感をつなげられるような食事の内容にすることが大切です。その上でさらに体力の状態に合わせて適度に運動をすると気の滞りやストレスの解消になりますし、体の活動レベルが上がってきますので自然に体がエネルギー摂取を要求してくる状態に変わっていきますのでお試しください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。